家事とは仏教用語の一つ。元はサンスクリット語のアドヒスタナの訳語で、他にも諸持、五年などと訳される場合もある。本来の意味は仏あるいは菩薩が不可思議な力によって、主情を守るという沈下語持ち、新辺家事を指す。仏の代儀の力が主情に加えられ、一方主情の信心が仏に伝わることでその効果を発揮するとされる。 密教においては、仏が、大悲大地によって主張に応じることを、か、主張がそれを受け入れることを、持ちと解釈し、双方が、そう一致することで仏と主張の持つそれぞれの三、密が入り混じって、他を己に収め持ち、死後の成仏をはじめとする各種の効果を成就させる、ことから、これを、三密かじと称する。 密教では三密家事を実現させるために、修行者が手に、仏の印ちぎりを結び、口に、仏の真言を唱え、心も、仏の心境になることが必要とされ、そのために、各種の手法が行われる。それらの手法のために必要な呪言の作法のことも、家事と称した。さらに主張が、仏の力の助けを借りるために、 首上自身あるいは仲立ちである僧侶が行う祈りのことも火事と呼ばれ、祈祷と同一視され、両者を組み合わせた火事祈祷とも呼ばれた。ありがとうございます。